ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。お、霊夢。なんか日焼けしてないか？ええ、この前海に行ってきたの。泳ぎに行ったのか？いいえ、海なら何か高価なものが流れ着くと思ってアサリに行ったってわけよ。けど、結局見つかったのは貝殻やガラスのゴミばっかり。真珠とか宝石は落ちてなかったわ。海にはそうそう落ちてないと思うけど。ねえ魔理沙、世界ではどんな高価なものが打ち上がってるのかしら？ダイヤモンド？霊夢の欲望がダダ漏れなのは置いといて、世界の海岸では、様々なものが見つかってるんだぜ。何それ？詳しく説明してちょうだい。それじゃ、海岸に打ち上げられた謎の白い物体、政府が検査した結果、やばい事実が判明、について解説していこうか。白い物体から不思議な骨まで、世界の奇妙なものを紹介していくから、ぜひ最後まで見てほしいんだぜ。私もいつか貴重なものが打ち上げられた場面に遭遇できるといいなぁ。魔理沙さん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。霊夢は海に貴重なものを探しに行ったみたいだが、世界の海岸には色々なものが漂着するんだ。波に流されてきた宝物だなんて、なかなかロマンチックだよな。流されちゃった人にはかわいそうだけど、拾う側としてはすごく嬉しいのよねー。ま、私は見つけられなかったんだけど。そんな霊夢に、まずはカナダの海岸に流れ着いた不思議なものについて紹介しようか。よろしくお願いします。さて、今回舞台となるのはカナダにあるニューファンドランド島の海岸だぜ。ほうほう。なんと、島の面積は約11万平方キロメートルにも及び、世界で16番目、カナダでは4番目に大きな島なんだ。ええ、そんなに大きな島なんだ。そして、そこにこんなものが漂着したんだぜ。なんか、白くてネバネバしてる。この画像は、Facebook の漂着物をシェアし合うグループチャットで投稿されたんだ。ある男性が、地元で食べられる揚げパンに似てる、って言葉とともに公開したんだぜ。ああ、確かに言われてみれば食べ物には似てるわね。正体に関しては予想もできないけど。彼によれば、物体は無数に打ち上げられていたんだがサイズはバラバラで、ディナー皿くらいの大きなものから、にカナダドル硬貨くらいの小さなものまであったらしいぞ。お皿から硬貨までなんて、大きさにはあまり規則性がなさそうね。この白い物体の正体は何なのかしら。やっぱり気になるよな。それはこの画像を見た人も同様だ。ろうそくの蝋、海綿、カビ、いろいろなものが正体として挙げられた。ねえ、画像以外の情報はないの？いっぱい打ち上がってたなら調べられそうだけど、別の地元民の報告によれば、ひっくり返す前のパンケーキに似ていたらしい。あ、さっきよりもわかりやすい。さらに、棒でつついてみると、中はスポンジ状でしっかりしていたという証言もあるぜ。ほうほう。見るからにねばっこいと思ったけど、中はふかふかしてるのね。驚くべきなのが、冒頭の物体が 46km もある海岸線を埋め尽くしていたという点なんだ。え？ちょっと怖いかも。実際地元でも大騒ぎになって、沿岸警備隊が確認に出動するほどの事態となったそうだ。ちゃんと正体は判明したの？もし毒とかがあったら地元の人たちが大変だわ。それが、カナダ当局はまだまだ調査中らしいんだ。無害なものだってわかるまでは、心配になっちゃうわね。ただ、本調査に入る前の予備調査と呼ばれる簡易的なものは行われたらしいぞ。お、その予備調査では、植物由来の物体の可能性がある、という結論が出たらしいぜ。ふわふわしてるけど、本調査ではないから仕方ないか。とりあえず物体が石油炭化水素でも潤滑剤でも、生物燃料でもないことは判明している。製油所なんかから流れてきた油っていう線はなくなったみたいだな。ああ、もし油が流れてきて海岸に漂着したのなら、海の汚染も心配になっちゃうものね。そこら辺はなさそうでよかった。とりあえずは現在、政府の科学者たちが詳しい検査を行っているところだぜ。きちんとした検査結果が出るのは、どうやら数ヶ月後になってしまうらしい。とりあえず有害なものじゃないといいわね。できたら金になるものだと私が嬉しいわ。仮にそういう結果が出たら、霊夢はこの白い物体をかき集めに行っちゃいそうだな。むしろその可能性を信じて今からカナダに行くっていうのもありじゃない？それはなしだな。ええ？というわけで、まずはカナダの不思議な漂着物を解説したけどどうだった？とにかく今は、結果を待つしかないわね。ああ、正体が気になりすぎて暴れそう。はいはいどうどう。また別の話をしてやるから一回落ち着いてくれ。は、話は聞きたい。さてさて、次に紹介する不思議な打ち上げられた物体。これはイギリスで発見されたんだぜ。な、なにこれ？クリーチャー映画に登場してても違和感のないビジュアルだわ。ふっふっふ。その正体について考察しながら私の話を聞いてほしいんだ。受けて立とうじゃない。
これが打ち上げられたのは2024年2月25日、ウェールズ南西部ペンブルックシャーのブロードヘブンサウスビーチでのことだった。ふむふむ、海洋環境調査スタッフが、得体の知れない大きな何かが打ち上げられていると連絡を受けたんだ。どれくらいの大きさだったの？海洋環境調査スタッフが現場で調べたところ、それは7メートルほどの大きさだったんだぜ。7?通報を受けたスタッフは、事前にこの画像を見てクジラの体だと思っていたらしい。どうしてクジラだと思ったのよ？クジラの腸内には消化できなかった餌を消化分泌物により結石化させた、龍涎孔と呼ばれるものがあるんだ。そして画像の中にはそれらしきものが確認できた。けど、近くで見たら考えが変わったの？その通りだぜ。調査により、白い物体は骨の一部であるということが分かったからな。それじゃああれは一体何なんだろう。7メートルだなんて相当巨大な生物よね。ふふ。考え込んでいる霊夢に朗報だ。実はこれが何なのか、すでに判明してるんだ。それを先に言ってよ。この物体の正体は、ウハザメだ。口の中が怖い。このサメは世界中の海に広く分布している。そして、性質はとてもおとなしくて、人を襲わないタイプのサメだ。ネズミザメ目の最大種でかつ、知られている限りで最も大きなサメの一種だぜ。そういえば、打ち上げられたのも7メートルの個体だった。この種ってそんなに大きいんだ。ああ。正確に測定された最大の個体は、全長が 12.27 メートルもあったらしい。通常サイズでも3メートルから8メートルにまで及ぶから、7メートルのウバザメはまだ平均的な大きさだぜ。スケールが違うわね。団体曰く、現場撮影した複数の写真を自然史博物館へ送付したところ、正体が発覚したらしい。ウバザメは世界中にいるが、ウェールズに打ち上げられることは非常に珍しいらしいぞ。へえ、そんなに貴重なことだったのね。写真だけでもいいねがもらえそう。霊夢の目がキラキラしてきたし、同じくイギリスの漂着物をもう一個紹介しようかな。やったー。聞かせてちょうだい。イギリスに打ち上げられた謎の物体パート2は、これなんだぜ。袋？これは、コンウォールの海岸で犬の散歩をしていた人が発見した物体だ。潮が引いたすぐ後に、海藻に覆われたこの塊の山が現れたらしいぞ。まるで映画みたいな登場ね。匂いとかはしたの？いや、悪臭とか刺激臭はしなかったが、不気味だったから触りたくもなかったらしい。ブーツの先でついてみると、大きなゼリー状の脂肪のように、ブヨブヨしていたとのことだ。全然正体にピンとこないわ。ただ、彼の飼い犬は、興奮してこの謎の塊の至るところに体をこすりつけようとしたらしく、犬が好むような匂いを発していたのかもしれないな。もしかすると犬にとっては美味しそうな匂いがしてたのかな？発見者はこの謎の物体の正体を探ろうと、写真を英国海洋生物研究学会の SNS に投稿した。すると、いろいろな意見が出てきたんだぜ。どんな感じ？クジラの胎盤、土のう、しぼんだ気象観測気球など様々だ。もしこれがクジラの胎盤なら、この近くでクジラの子供が生まれたってことなんだぞ。へえ、生命の神秘を見ることができたとするとワクワクするわね。で、この物体の正体は判明してるの？ああ、もちろん。聞かせてやるから焦らないでおとなしくしてくれ。私が暴れる前に話してちょうだい。さて、この物は英国のクジラ座礁調査プログラムにより調査をされることになった。すると、このゼラチン質の塊はクジラの胃袋であることが判明したんだぜ。胃袋だけが流されてきたの？なんか、その様子を想像するだけで怖いわね。ただ、これ以上のことはわからなかったんだ。え？なんで？波に流されるか鳥に食べられるかして姿を消してしまったんだよ。実物がなかったら調べられないもんね。それにしたって残念だわ。というわけで、イギリスに流れ着いた不思議な物体についての解説だったぜ。冒頭のカナダの漂着物もインパクトあったけど、イギリスのも同じくだったわね。もっともっと他の打ち上げられたものについて話が聞いてみたいわ。よし、じゃあ次は霊夢も見たことがないような謎生物について紹介していこう。くぅ、ワクワクするわ。これはまず画像を見てもらおうかな。というわけで、ドーンって、手足がなくて牙はある生き物、確かに見たことがない生物だわ。これが発見されたのは、2017年の9月、テキサス州ガルフコーストでのことだった。この時、アメリカはちょうど台風が通過したばかりで様々なものが海岸に打ち上げられていたんだぜ。ああ、荒れた海が不思議なものをどんどん届けてきてくれていたのね。そう。そんなもののうちの一つが、謎生物の殻だってわけだな。詳しく発見状況について教えてちょうだい。発見したのは鳥保全 NPO ナショナルオーデュボンソサエティのプリーティ・デサイさん。彼女はこの正体が気になって、すぐに SNS に画像を投稿したんだぜ。この画像は注目を集められそうだし、いろいろな意見がもらえそうでいいわね。
霊夢の予想通り、様々な正体の予想が寄せられた。例えばオグロウツボもその一つだな。パッと見はあんまり似てないかも。牙があるところは一緒ね。他に何か信憑性のある仮説はないの？それがな、国立自然史博物館の生物学者であるケネス・タイ博士により正体が判明してるんだ。なんですって？判明してるなら早く言ってって言ってるじゃん。まあ、こうやって後にした方がワクワクするだろ。今から話はしてやるからさ。まあ、謎が明かされるならいいけどさ。博士によれば、なんとこの画像の物体の正体は牙海蛇であると特定されたんだ。この蛇はメキシコ湾からフランス領ギアナまで、主に西大西洋の30から90メートルの海域に生息してるぞ。ああ、牙もあるし、フォルムも結構似てるかも。海蛇って海岸に打ち上げられることがあるのね。牙海蛇は浅い部分に生息するから、浜に来ちゃうことは普段からあるらしい。特に台風の後っていうこともあって、打ち上げられたのではないかと言われているぜ。台風って人間にとっても厄介だけど、海に住む生物にとっては死活問題なのね。他にも謎の生物が漂着するなんてことってあるの？あるんだったら聞きたいわ。よし、じゃあ次に紹介するのはこれだ。あれ？一瞬サメだと思ったんだけど、なんか下半身が異様に長いわね。なんなのこの生き物を。これは、オーストラリア、ビクトリア州ギップスランドにあるゴールデンビーチで撮影された。発見者が SNS に画像を投稿したことで一気に話題になったんだぜ。今回も SNS で注目されたんだ。時代ねー。おばあちゃんみたいなことを言ってる霊夢は一回置いておいて続きを話すぞ。キャプションには、ビーチで散歩していたところで見つけたと書かれていたんだ。こんな不思議な生物が漂着して、しかも発見できるなんて珍しいわね。実はこの事件、それだけじゃない。なんと海岸にいたのは信じられない生物だったんだ。もう正体は判明してたの？ああ。この海岸にいた謎の生物、それは猫ザメなんだ。猫なのにサメ？この種はなんと160種もあり、サメの中では最も最大のグループなんだけど、あんまり研究が進んでいなくて、学名不確定種も多くいるとされている。なるほど、なかなかにミステリアスね。全長80センチメートル以下で、体は細長く、トゲのない2基の背びれと尻びれを持つ。霊夢が下半身が異様に長いって言っていたのは、この尻びれのことだな。サメといえば、この感じのイメージがすごいけどこんな種類もいるのね。ただ、不思議なことに猫ザメのほとんどは深海に住んでいると言われていて、今回発見された種っていうのも、深海に生息しているはずなんだぜ。そういえばビーチの海岸を散歩してる時にあの画像の子を発見したのよね。なんで深海に住んでいるはずの猫ザメがあんな浅瀬にいたの？もちろん、そこが気になるところなんだが原因については判明していないんだ。もしかすると猫ザメではない可能性があるし、それなら打ち上げられてもおかしくないよな。もし本当に深海で暮らす種だったのなら何かが起きていそうで心配になるわ。さっきも紹介した通り、あんまり研究が進んでいない生き物だからな。私たちの知らない生態があるんだろうな。あんなに可愛い猫ザメの不思議が早く解明されてくれることを祈るわ。霊夢がまたむしゃくしゃし始めた。すぐに別の話をしてやるから勘弁してくれ。なんか、さっきから私の扱いが暴れ馬みたいで釈然としないんだけど。それでは、続いてはフィリピンに流れ着いてしまった怪物を紹介していこうか。何これ？ケムクジャラのなんとも言えないビジュアル。確かに、怪物と呼ぶのが似合うわね。これはフィリピンのディナガット諸島、カグディアナオの浜辺に打ち上げられたものだ。この謎生物が漂着したのを見て、次々と住民たちが集まってきたんだよ。正体が何かなのもわからないし、そりゃ集まってみちゃうわよね。ホラー映画だったら、確実に一人目の犠牲者になっちゃうけど。現実はホラー映画じゃないから、怪我人とか犠牲者は出てないぞ。それならよかった。でも、なんでこんなものが打ち上がったのかしら？実はこの直前、フィリピンのミンダナオ地方でマグニチュード 6.7 の地震が起きているんだ。その後、リュウグウノツカイをはじめとする生物が海岸に漂着するなんて事件も起きていた。そんな中、冒頭で見せたケムクジャラの生物も姿を現したってわけだぜ。正体については何かわかってるのかしら？当初、地元の学者はこの生物は体長およそ6メートルの、クジラの死骸だと仮説を述べていた。体重約2000キログラムあったであろうクジラの体の腐敗が進んで白くなったらしい。あのふさふさはもともとあったものじゃなくて腐る過程でできたものってことね。確かにフォルムはクジラとかの大型哺乳類に似てるかも。しかし、別のメディアによれば、あの物体の正体は呪言だとするものもあったんだ。呪言ってずんぐりむっくりな子でしょ？そんなに大きくなるものなの？平均では全長3メートルらしいから、腐敗が進んで体が伸びたとすれば違和感はないかな。
とはいえ、この呪言説についてはあんまり支持する人はいなかったみたいだ。冒頭の画像を見ていると、本当にこんな感じの怪物が存在するかもって思っちゃうわ。本当に、ホラー映画のクリーチャーのモデルになれそうだよな。まあ、この謎のもじゃもじゃの正体についてはすでに判明してるぜ。おお、早く聞かせてちょうだい。なんとこの物体の正体は、クジラだ。え？それって、ああ、地元の専門家の見立て通りだったってことだな。でも、クジラにはあんなもじゃもじゃは生えてないわよ。どうやら、体が腐ったことにより白いケムクジャラのような見た目になったらしい。そしてこのクジラは船と衝突して死んでしまったと考えられているぞ。ほうほう。実は、フィリピンで奇妙な物体が打ち上げられたのはこの時だけではない。さっきの事件の翌年の5月、今度はミンドロ島の東ミンドロ州サンアントニオの海岸に、これまた謎のケムクジャラな謎生物が漂着したんだ。あら、本当ね。同じフィリピンでまた同じような物体が打ち上げられてるわ。これは強烈な悪臭を放っていて、地元住民はこぞって物体を見に行った。ただ、あまりにも奇妙だからか怖がる人も結構いたらしいぜ。確かに自分が暮らす町にこんなものがあったら私も怯えちゃうかも。住民の一人はこの物体は不吉のサインとして神に無事を祈っていたらしいぞ。うわぁ、かなり怖がっているわね。どうにかして調査を進めてあげてほしいわ。ただ、調査員たちにとってもこの物体はかなり問題児みたいだな。え、やっぱり不吉だから？いや、とにかく悪臭がすごくてサンプルを回収するのにも骨が折れるらしい。ああ、生物がなくなるとすごい匂いがするっていうもんね。この物体は、見るからに腐敗が進んでいそうだし。一応この地域の漁業法執行管理官は、クジラの死骸の可能性が高いと見ているぞ。まあ、一個前のケムクジャラのやつもそうだったし、私も同じことを考えてたわ。けど、話を聞くだけでも匂いだけは耐えられなさそう。鼻を洗っても取れない匂いってあるわよね。調査に携わった人によれば、匂いを嗅くだけで吐き気が止まらなかったらしい。風呂に入ってやっと吐き気がなくなったが、それでも鼻には匂いが残っていたとのことだ。へぇ？想像するだけで鳥肌立っちゃった。お疲れ様です。というわけで、フィリピンに漂着した謎のケムクジャラたちの紹介だぜ。正体はクジラってわかったけれど、それがわからないうちは地元の人は怖かったわよね。私としては、もう一ひねりくらい欲しかったけど、現実なんてこんなものか。最後はそんな霊夢に、夢のある話をしてやろうかな。何よ？生半可なタイトルだったらこの天才霊夢様は釣られないわよ。なんと、次に紹介するのはあの超有名ユーマの骨ではないかと囁かれた漂着物だ。釣られクマー。さーて、剣の骨っていうのが、この画像に映っているものだ。え、これかなり巨大な骨よね？そう見えるよな。実はこれ、骨の断片とされているから全体の一部にしか過ぎないんだよ。そして、なんとこの骨は、ネッシーのものではないかと噂が囁かれているんだ。詳しく聞こうじゃない。これが発見されたのは、スコットランドのアバディーンシャー州東部の海岸だ。ほうほう。確かネッシーが住んでいるネスコもスコットランドにあったわね。当時、暴風をもたらす台風マリア、が通過したこともあって、海岸には様々なものがついていた。そのうちの一つが、あの謎の骨ってわけか。そうそう。地元の人が SNS にアップしたところ、やっぱり話題になったってわけだ。ネッシーの骨かもしれないっていうのは、やっぱりネットで言われた意見なの？ああ、そうだったらすごく面白いよな。で、この仮説の信憑性は？すごく低い。まず、ネスコとこの海岸は 160km も離れている。しかも、ネッシーは湖に住んでいるから、海岸に骨があるのは変なんだぜ。けど、可能性はゼロじゃないわよね。夢見る女の子としてはネッシー説を推したいけど、専門家の意見としてはどうなのかしら？アバディーン大学海洋生物学者のデイビッド・ルソー教授は画像を見て困惑したらしい。画像だけではクジラの骨かもしれない、ということしか推測できないみたいなんだ。そういえば、骨は全体の一部って言ってたもんね。一部だけ見て正体を突き止めるなんて、よっぽどの生物狂いじゃないと難しそう。とにかく、今回の正体はまだわかっていないから本当にネッシーの骨かもしれないぞ。私としてはそれを信じたい。けど、オチとしてはクジラでしたってなりそう。ちなみに、スコットランドでは他にも巨大な骨が打ち上がったことがある。わぁ、これまた大きな物ね。空想上の生物のものって言われても信じちゃいそう。この物体は、サウスウエスト島のスタウインブリップ浜辺で発見されたんだ。やっぱり何かしらの生物の骨の一部分とされていて、なんと9メートルにも及んでいたらしいぜ。一緒に写っているワンちゃんの大きさを考えると、少なくともそれくらいの大きさはあるってことよね。うわぁ、でかすぎて想像できないわ。撮影者がこの画像を SNS に投稿したところ、やっぱり正体についてのコメントが殺到。ネッシーの骨なんじゃないかと考える人ももちろんいたそうだぜ。
もしかすると、今度こそ本当の、期待を持ってるところ申し訳ないが、実はこれについては正体は判明している。図工、これなんと、マッコウクジラの骨だったということが調査により分かったんだ。この種は、オスは平均全長は16メートルほどとされているし、骨の一部が9メートルに及ぶのも納得できるな。これもクジラ。勝手に期待した私も悪いけどすごく夢を壊されてる。けど、答えが出るまでのワクワク感は楽しいわね。そう言ってもらえて何より。それじゃ最後に、ニュージーランドの謎の物体を紹介しよう。これまたコメントが難しいわね。見たことがないのは確かだわ。これは、ニュージーランドのカンタベリーで発見された漂着物だ。ほら、これを見てみてくれ。翼のような部分に牙みたいなものが生えてないか？ああ、本当だ。鳥みたいなフォルムなのに、謎の尖ったものが生えてるわ。これを拾った親子は、これを持ち帰り SNS にアップロードした。すると、これもたちまち注目の的になって様々な議論が交わされたんだぜ。こんな謎の物体、正体は何かを考えるだけでも楽しいものね。それで、これは一体何なの？実はこの正体は、A だ。へ？厳密に言うと、A の仲間である岩気 A だ。骨格標本を見たらわかりやすいと思うぞ。あのひらひらの皮膚がなかったら、まるで翼を持っているように見えるわ。なるほど、私はそうやって誤解していたのね。正体がわかるとなんてことないんだけど、海岸で見つけるとびっくりすること間違いなしだな。私はわかっていたとしても、ついつい家まで持って帰っちゃうんだぜ。はぁ、謎の漂着物といっても何かわかると一気に夢って覚めちゃうものなのね。けど、答えにたどり着くまでのワクワクがこういう話題には大切なのかも。霊夢が逐一いい反応をしているから、私もそれを見て楽しかったんだぜ。とりあえず私は、いつかネッシーの骨が打ち上げられることを期待してるわ。漂着物にはロマンがあるから、これからも奇妙なものがあったら紹介していくぜ。私はマリサが必死に調べてきた情報をまたこうやって聞かせてもらおうかしら。これからも面白いネタは用意するから、飽きずに全部見てくれると嬉しいぞ。マリサの話を聞いていて思ったんだけどさ、やっぱり謎は謎のままの方が面白いこともあるわよね。私としては正体が判明するとスッキリするけど、そういう考え方もあるよな。それで一つ思いついたの。ここに魚の骨があるじゃない？なんでそんなものを保管しているのかについては聞かなかったことにするぜ。それで、ネームプレートに、未確認生物の骨って書いて展示すれば、詐欺になるからやめろ。警察のお世話になりたいのか？牢の中に入るのは嫌だわ。名残惜しいけど今回は諦めましょう。そうしてくれ。まずは生ゴミを今すぐに捨ててくるんだぜ。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。